三浦義康は、戦国時代初期の武将。東相模の大名。一般的には出家後の三浦道順の名で呼ばれることが多い。北条総運の最大の敵であり、平安時代から続いた豪族、相模三浦氏の事実上の最後の当主である。大木谷上杉家から、荒井上主、三浦時鷹の養子に入る。しかし、時高に、実施、公共が生まれたため不和となり、 はじめさんない上杉家の上杉明佐がついで祖父、大森氏よりを頼ったが、大森市領内の足柄下郡の総余地で出家して、道ずんと申す。そのため三浦氏の悲観は両派に分裂してしまう。明王三年九月、吉奴は大森氏の支援を受けて、荒井城を攻めて時高及び公共を滅ぼし、三浦家当主の座と相模守護大職を手に入れた。その後、 実施の議員に家督を譲って、荒井城に据え、自らは、相模中部の岡崎城に寄った。ただし、この内紛について、近年では吉奴が、洋父時高を攻め滅ぼしたとするような大規模な軍事的なイランの発生を否定して、時高死後の三浦家中の混乱に乗じて吉奴が、三浦氏に復帰し、その家督を奪ったとする考えもある。その後、 上杉定政の死後に家督を継いだ友義とは睦して、対等してきた安保国の里見氏と同盟を結んだ。同時期の明王四年、西相模を抑えていた小田原城の大森藤頼が、駿河今川氏の軍師、伊勢総尉によって城を奪われるという事件があった、以後とする遺説あり。また、藤頼が三内上杉家の上杉秋貞に振ったため、 総運に攻撃させたという説もある。総運は、伊豆国と小田原を本拠に、次第に独立して、戦国大名化し、関東へ本格的に進出を始める。道順は藤よりを保護してこれと争うが、総運は、三内上杉家と対抗するために明王七年、上杉と義三浦道順に対して、同盟を提案する。話し合いの結果、 秋貞が守護職であった伊豆を二分することで和解が成立した。その後、荘雲と友吉は、上杉秋貞を立川らの戦いで破ったが、やがて両者は対立するようになり、必然的に大木谷上杉池んかの三浦氏とも対立することになる。これに対して吉奴は永翔七年、小田原城の荘雲を攻め、逆に荘雲も岡崎城に攻撃を加えた。栄翔九年、 総運は兵を挙げ、岡崎城に攻撃を開始した。適切と見た道順は、弟の道光の守る住吉城に退却し、抵抗を続けた。しかし、道光も戦死した。道順はさらに、三浦半島の荒井城へ退却し、大喜多に上杉家援軍を要請した。これを受けて援軍に向かった、大田助康もまた、北条勢に迎撃されて討ち死にした。道順 宝次郎夫子は荒井城に牢城し、宝城軍がこれを包囲した。荒井城は三方を海に面した天然の要害であり、三浦水軍の軍事力を背景に持つ荒井城の守りは堅固で、三浦夫子は宝城軍の攻撃を三年間にわたってしのいでいたが、永承十三年ついに落城し、家臣ともども打ち死にした。平安時代以来の豪族三浦家は鎌倉時代に、 北条氏によって滅ぼされ、南北長期復活した後、再び北条によって滅ぼされることとなった。なおこの落城の際、内地にした三浦家主従たちの遺体によって、港一面が地に染まり、油を流したようなようになったことから、道地が油壺と名付けられたと伝わる。三浦市三崎町に道ずの墓が残る。北条五代記によれば、家人。 アズマ上演の指導を受けたとも言われている義シは、打つ者も,も打たれる者も,もかはらけよくだけて、あとは、元の土くれという辞世の句を読んで切腹した。北条五代記より前に成立したとみられる。北条記には、この話はなく、よもすがら最後の坂森氏、明ければ、永正十五年七月十一日立つの国に、うちで、小田原の陣を二丁ばかり置いたてきれまくり、 枕を並べて内地にすと記されている。ありがとうございます。